よいしょ。はい、どうも皆さん、こんばんは、マー君でございます。本日もお部屋にしてもらいたいと思います。あ、もうすごい雨と雷が。そうですね。ああ、ね、本日。8月24日土曜日、19時24分でございます。はい、本日もお夕飯にして参りたいと思います。本日のお夕飯、軟骨の煮込み豆腐とね、卵を入れて圧力鍋でしっかり炊きました。あとね、山形のだし、いやこれ半額だったからね。最近お野菜も高いからさ、半額ならこういうの買った方がいいんですよ。いやー、車のエアコン、持っててきましたよ。絶対エアコンガスではないと思ったのよ。まあ、エアコンガスがね、減ってね、エアコンの機嫌が悪いんだったら、もうすぐガソリンスタンド、もうあの仕事帰り持ってってるよ。だけど持ってかなかったら、絶対エアコンガスではないと思って、確信を持っていたからね。S。そうです。まあ電動ファンが動いてなかったっていうね。要はエアコンは何の問題もなかったです。要はあのラジエーターとエアコンのコンプレッサーを冷やす電動ファンがもう止まっちゃったということです。だからエアコンが効いたり効かなかったりしたってことなんですよ。わかるでしょ。要はさ、あの、まあ、通勤で乗ってるんだけど、はあの走ってる時は効いてるんだけど、あの勤めさせていただいてるところに近づくと渋滞になる。そうすると効かなくなるわけよ。要は走ってると風が当たるじゃない、コンプレッサーとラジエーターに。だから冷えるじゃない。でも渋滞になるとさ、ファンが回ってないから冷えないから、コンプレッサーが温度が上がっちゃって、コンプレッサーが、まあ、あのコンピューター制御でエアコンを止めちゃうわけよ、勝手に。どんどんファンの故障でございました。ね、これね、とりあえず食べよう。なんで今箸ハイボールつけたのかよくわかんないけど、まあ、ここまで言えば勘のいい人はわかるよね。そうなんですよ、その通り。いただきます。あー、おいしい。もうバッと全然うまい。久々にこの豚軟骨の煮込み作ったな。おいしい。まあ圧力なりね、30分以上かけてたから、もうトロットロだよ軟骨も。全然ね、その電動冷却ファンが待てないからさ、エアコンのコンプレッサーも冷えないし、ラジエーターも冷えないわけよ。まあ、だからもう
乗っちゃダメということですね、この前。はい、まあ、部品発注してね、まあ、修理するんだけど、直すんだけどね、まあ、修理代もまあ5万円ぐらいで済むのよ。その電動ファン交換するだけだから。でもそれもう、まあ、それ以下乗らない方がいいですね。乗らない方がいいということで。まあまあ乗っても本当5分10分ならね、多分大丈夫なんだろうってことなんだろう。それでもね、昨日スマックがさ、出かけるって言ってたじゃん。だから夕飯の時あのお酒飲まなかったじゃん。ノンアルコールのビールしか飲まなかったんだけど、東京駅まで1時間半ぐらいで行って帰ってきたんだよ、この状態で。それでもなんともなかったからね。でもまあやめた方がいいだろうな。乗らない方が絶対いいよ。でも水曜日くらいにエアコンの調子が悪くなって、水木金って通勤でも乗ってたし、何でも問題もなかった。でも乗らない方がいいだろうな。ここでしょうもないリスクを背負ってね、えラジエーターが冷えなくてさ、オーバーヒートなんてことになっちゃったらね、大変だよね。ああ、おいしい。いやでもほんとあの素人判断でさ、あのエアコンガスだとかってやらなくてよかったよ。ガス入れたってそのガス入れた分だけ金の無駄だしね。電動ファンが止まってたとか隠しの無駄、まあ、気づけてよかったよね。エンジンぶっ壊れるとこだったほんと。山形の出汁ね、これ美味しいのよ、このシリーズ。昔はね、家でマークも出汁作ってたんだけどね。昔っていうほど昔じゃないけどさ、だってちょっと前はもうキュウリ3本100円とかさ、みょうがもさ1パック100円とか売ってたよ。だからね、きゅうりとね、みょうがとね、大葉と納豆昆布でだしを作ってたんだけど、まあ、最近野菜高いからね、無駄に。車人間で どこ行くんでも車だから、こう車乗れないっていうことはどれだけショックかって思うんだ。だし美味しいなこれ。でも昨日東京駅まで行った後平気だったもん。まあ夜だったしね、渋滞してなかったっていうのはあるけど、車走ってりゃさ、あの電動ファンってあの走ってる時だから温度が高くないとあの電動ファンって回ってないの。でもやっぱ渋滞とかに入るとファンが回ってコンプレッサーとかラジエーターを冷やすんだけど、乗るべきじゃないわな。
電車通勤が終わります。来週は美味しい。でも明日台風来るんでしょ。台風の時なら乗ろうかな。だって昨日往復3時間乗って大丈夫だったんだろうな。なんかすごい雨だな今日。昼もなんかゲリラ豪雨みたいなガーッと降って、その後止んですごい日差しがガーッと来て、でまた夜になって台風かこれ。おいしい。こういうね、お肉系のね、煮込んだものね、大好きなの。トロトロになった牛すじとかさ、もう8万キロだから、まあ10万キロ超えて12万キロぐらいで買い替えようかなとかって思ったんだよな。それまで何のトラブルもなく行く予定だった。味玉っていうかこう、まあ、一緒に煮込んだ卵、これうまいんだよ。あ、おいしい。うん、あ、おいしかった。まあね、車乗ってるんだから定期的なね支出は仕方ない。
そうそう。でも突然やってくるから、やだなって気持ちになるんだな、やっぱな。みんなそうでしょうよ。人の車だからさ、いいじゃん、4万ぐらいとかさ、5万ぐらいと思うかもしれない。自分の車込めて困るの、なんだよって思うでしょ。美味しかった。ごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さよなら。